はい、どうも、かごたすです。ご視聴ありがとうございます。本日4月13日、今度はですね、先ほどお知らせ、読み上げしておりますが、今回は、ディスコードですね、更新来ておりましたので確認していきます。よろしくお願いいたします。はい、まず来ているのがタスクフォースチームですということで見ていきましょう。皆さんこんにちは、タスクフォースチームです。はじめに YouTube のアップデート動画で紹介した初心者応援プレゼントの対象について質問を多くいただいておりましたので回答いたします。初心者応援プレゼントは現在プレイいただいている皆様を含め全員に配布となりますので楽しみにお待ちいただければと思います。連日 Discord でのフィードバックありがとうございます。いただいているフィードバックはチーム内での検討で重要な意見としていつも参考にさせていただいております。本日は次期バージョンでチームが対応した内容と FC バルセロナオフィシャルキャンペーン追加の情報調整選手についてお伝えいたします。まずはタイムアタックにリトライボタンを追加。タイムアタック中の一時停止画面にリトライボタンを設置しました。リトライボタンを押すことで試合開始のホイッスルからやり直すことができます。リトライ時には行動力を消費します。なんで、タスキルとは違いますよ、ということですね。はい、続いて、ショップの交換確認画面に、所持数を表示。ショップでアイテムを交換する確認ウィンドウで、交換するアイテムの所持数を表示しました。ユニフォームやスタジアムなどの一部アイテムは、所持数が表示されません、ということで、まあ、これはね、技取りするときに、間違えてね、持ってるやつを重複で取る。ということがね、なくなる、かと思いますんで、非常にいいかなと思いますけども、タイムアタックのリトライボタンに関しては、まあ、結局消費、行動力自体は消費されるということなので、はい、まあ、今までね、タスキルしてる方っていうのは、まあ、大抵、行動力をね、消費したくないということだと思いますのでね、その辺がちょっとどうなのかなと。リトライと、中断って、そこまで大きくはね、変わらない気はしますね。はい。まずね、ここまで、アップデートの情報となっております。続いて、4月15日金曜日に実装予定の FC バルセロナオフィシャルキャンペーンのご紹介です。伝統ある FC バルセロナのユニフォームを着用して登場する選手を簡単に説明いたします。一人目がジョゼップ・グランディオス。攻防自在のサッカーセンス。はい。今回のグランディオスは新必殺パスカットを持ちになります。必殺技強化やスタミナ消費量減少を所持しているため、フィールドのエリアやスタミナを気にせず、攻守両方の活躍が期待できます。また、マッチアップ時に有利となる、必殺技封印無効化や相手のフィールドパスはロングフィードのパスを牽制できる自動パスカット強化も所持しています。なるほど。必殺パスカット、新しいのが来るということでございます。はい。で、ライカール、カタルーニャの特艦ストライカー。今回のライカールは新必殺低打ちシュート持ちになります。もともと高打ちが大得意なライカールに新規低打ちシュートが登場するため、高低両方の浮き玉で得点が狙えます。渾身の一撃、スタミナ消費量減少、封印無効化を所持しており、渾身の一撃の効果をより長く維持し、持続しつつ、相手の必殺技封印も気にせずに、浮き玉シュートを放てます。さらに、全力ゲージアップもあるため、ライカールで得点できれば全力ゲージを貯めることができ、以降のゲーム展開がしやすくなります。はい、続いてパジョル、攻撃を拒む、若き壁。今回のパジョルは新必殺ブロック持ちになります。シュートキラー、フォワードキラーを所持しているため、相手フォワードの強力なシュートに対して真っ向から勝負ができます。カタルーニャ選手のパラメータアップもあるため、カタルーニャ選手を多く起用する敵だと特に有効な選手です。はい。で、さらにですね、オーフェルス、タッチラインのスピードスターとありますけども、お知らせのバナーにはね、オーフェルスは映ってませんでしたよね、ガチャの、ところで。はい。なので、これもあるということですね。ただ優勝の方ではなさそうですかね。はい、見ていきます。オーフェルスは、イベントでの、イベントですと。
はい、なるほど。イベントでの配布選手となりますので、新しく始められる方やこれを機に復帰しようと考えている方におすすめな選手です。チームリンクかっこカタルーニャを所持しているため、カタルーニャ選手を多く起用するとパラメータがアップします。またドリブル移動距離強化、マッチアップ勝利ボーナスもあるため、ドリブル突破からのシュートが狙えます。また3月30日水曜日の投稿にてお伝えしていた4月の情報調整選手をさらに4選手追加いたします。対象の選手は以下になります。ケルトカイザー、これはあのドリッコレですかね。ではマルコス・アウミージャ、トラム・リカルド・エスパダスということで、本日以上ですとありますけども、ちょっとね画像を見てみます。はい、こちらですね。ケルトカイザーはドリッコレで、アウミージャ、トラム、エスパダス、ここはね、常設の、工場のキャラクターとなっておりますが、これすべてあれですかね、金曜日の初心者応援のプレゼントにそれぞれに含まれているキャラじゃないかな。はい。なのでね、まあ、ちょうど情報調整もしつつ、プレゼントでね、スキルとか全開放されているということなので、まあ、タイミングとしては非常にね、ありがたいんじゃないかなと思われます。はい、アプリに戻ってまいりました。はい、ということで、先ほどのね、ちょっとお知らせも、読み上げしておりますけども、まあ、一部、繰り返しになりますけども、ガチャでは、グランディオスとライカールとパジョリ、この3名ですね。で、オーフィルスが箱キャラとしてね、登場しますと。いうことなんで、まあ、大抵箱キャラは、4凸が多分できるようになると思いますのでね、そこは非常にありがたいです、というところですけども、はい。まあ、性能を見ていると、やばそうですね、やっぱりね。それなりに強そうだなと。で、それぞれ新必殺技、グランディオスはパスカット、ライカールは低打ちシュート、パジョルがブロックということで、まあ、強いんでしょうと。で、先ほどお知らせのところでもお伝えしておりますけども、まあ、ループができるようになってるんですね。この優勝限定。今まで優勝限定ですと、一周回すとね、それで終わりでしたけども、もう本当にこれは4凸前提、大前提みたいな、形ですよね。はい。なので、ループあり。まあ、このライカールだけね、ループありますというところが、赤字がね、書いてありませんので、多分表記ミスだと思いますけども、はい。まあ、こういう時代になっちゃいましたと。で、復刻の翼くんで、シャール、アウミージャ。ここだけでもね、1、2、3、で、4、5、6でしょ？で、リバウル。前回のね、コラボの時に箱キャラでも出てますし、はい。で、今回オーフィルスも、もらえるということなんで、まあ、ここだけでね、この公式のユニフォームが8選手揃っちゃいますと。はい。ということで、まあ、ユニフォームをね、ちょっと揃えたいなっていう方には、すごく惹かれてしまいますかね。はい。というところですけども、まあ、あとはね、詳細、細かいパラメーターに関しましては、当日、当番チェック待ちかなと思います。はい。はい、そんなところでね、はい、ディスコードの方も含めて、またね、確認させていただきましたけども、以上で、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。